アレクサンドル3世から1894年11月1日は、ロマノフ朝第13代ロシア皇帝。アレクサンドル2世と、皇后、マリア・アレクサンドロブナの第2王子。兄ニコライが21歳で創生したため、皇太子となった。妻は、兄の婚約者であったデンマーク王クリスチャン9世の第2王女マリー・ソフィー・フレデリケ・ダウマーで、ニコライ2世をはじめ4男2女に恵まれた。帝政時代にロシア帝国銀行が発行していた25ルーブル紙幣に肖像が描かれていた。1845年3月10日、サンクトペテルブルクの冬宮殿で生まれる。幼少期のアレクサンドルは父アレクサンドル2世に似て自由主義的で優しさがあり、王子アレクサンドル1世のような狡猾さ、哲学、騎士道精神は持ち合わせていなかった。アレクサンドルは音楽家やバレリーナのパトロンとなったが、周囲からはパトロンとしての洗練さや優雅さに欠けていると見られていた。アレクサンドルは顔の左側にある皮脂の方を周囲に嘲笑されたことがコンプレックスとなり、成長後に描かれる肖像画や写真は右側から描かれたものが多い。また彼は身長190センチメートルの長身としても知られていた。幼少時から軍人として教育されたものの、兄ニコライ皇太子がいたこともあり、20年間は帝位につくことは想定されていなかった。兄ニコライは1864年にデンマーク国王クリスチャン9世の第2王女、マリー・ダウマーと婚約した。芸術家のアレクサンドル・ベノワは、アレクサンドルの印象について、以下のように記している。マリインスキー劇場でバレエを披露した際、初めてアレクサンドル皇帝に会った。私は皇帝の人間の大きさに打たれた。皇帝の中には農民のようなものが感じられた。その明るい瞳は私に強い印象を残した。皇帝が立ち上がった時、私と目が合ったように感じたことを覚えています。鋼のような外見を見て、脅迫的な何かを感じ、殴られたような衝撃を受けました。皇帝の瞳。すべてのものの頂点に立つ男の表情。しかし、その瞳には巨大な負担が感じられました。後年、私は幾度も皇帝に会う機会に恵まれ、そこには少しの臆病さも感じられなかった。皇帝は優しく、そして家庭的な人物だった。アレクサンドルとマリア1865年。兄ニコライが旅行中に隠れ御し、ツェサレービチとなった。アレクサンドルが立大使したのは、政務会議委員長コンスタンチン・ポベドノスツェフから、法律学と行政学を学び始めた矢先のことだった。ポベドノスツェフは、教育を通して、アレクサンドルに愛着を抱くようになり、ロシア正教会の思想を注ぎ込み、保守、反改革的な帝王学を教え込んでいった。アレクサンドルは皇太子になったものの、その保守的な考えは政府の方針と乖離していたため、重要な公務を任されることはなかった。兄ニコライは、隠れ子の直前、婚約者、マリー・ダウマーに、弟アレクサンドルと成婚するように頼んだと言われている。彼女は1866年10月28日に、ロシア正教会に改宗し、マリア・フィオードロブナと名前を変え、東宮殿でアレクサンドルと結婚式を挙げた。政略結婚であったが非常に仲睦まじい夫婦であり、アレクサンドルは家族生活を大切にし、父アレクサンドル2世と異なり他の女性に手を出すこともなかった。立大使後、アレクサンドルは父ミカドと疎遠になった。理由としては、改革派の父との政治的対立や、病弱な母マリア皇后を放置して、エカチェリーナ・ミハイロブナ・ドルゴルーコバを愛人とし、1880年に母が崩御して間もなく彼女と再婚したことが挙げられる。専制政治戴冠式を描いた絵画1881年3月1日、アレクサンドル2世はテロ組織人民の意志の爆弾テロにより崩御した。アレクサンドルは3月13日に皇帝に即位し、1883年5月27日にモスクワ・ウスペンスキー大聖堂で戴冠式を挙げた。しかし、アレクサンドルは自身が統治者としての十分な教養を欠いていることを自覚しており、自らを誠実なる連隊長と自認していた。父の暗殺後、アレクサンドルは東宮殿では安全が確保できないと助言を受け、ガッチナ宮殿に生活の拠点を移し、政務を取る際にはアニチコフ宮殿を利用した。また、世界有数の富豪として知られていたが、自身は当時の王族には珍しく非常に倹約家であり、即位すると王室費を200万ポンドを削減した。部屋の明かりを自ら消す癖もあった。アレクサンドル2世は暗殺当日に諮問委員会を設立していたが、アレクサンドルはポベドヌスツェフの助言を受けて即座に諮問委員会を解散した。この決定に代表されるように、アレクサンドルの治世は、父が行った改革を否定することにあり、祖父ニコライ一世のような専制政治こそが安定した帝国を築く手段だと信じていた。アレクサンドル3世、1892年農民の代表者と面会するアレクサンドル3世を描いた絵画、アレクサンドルの基本方針は、単一国家、単一言語、単一宗教による国家の形成だった。そのため、フィンランド大公国を除くすべての支配領域で、ロシア語を強制し、ドイツ語、ポーランド語、スウェーデン語による教育を禁止し、ユダヤ教を弱体化させるためユダヤ人を迫害し、1882年にユダヤ人の就業を制限する法律を制定した。これにより、ボリス・サイリスら多くのユダヤ人がアメリカやパレスティナへと移住した。さらにゼムストボの弱体化を進め、彼が任命した監督官の下で農村を支配した。これにより、農村管理は皇帝個人による部分が大きくなり、政府や貴族による支配は薄まり、監督官たちに帝国への恐怖と農民からの怒りが集中していた。これらの政策にはポベドノスツェフが深く関わった。アレクサンドルはポベドノスツェフを信頼しており、ニコライ皇太子の家庭教師に信任し、保守的な教育を受けさせた。人民の意志は、アレクサンドル2世の暗殺に成功したことに自信を持ち、アレクサンドルの暗殺を計画し始めた。しかし、暗殺計画は露見し、1887年5月20日に、オフラーナは、アレクサンドル・ウリヤノフら容疑者5人を逮捕し、絞首刑に処した。この時処刑されたウリヤノフは、後の10月革命指導者、ウラジーミル・レーニンの兄だった。その他にも、ブローニスワフとユゼフのピウスツキ兄弟も連座して、流刑に処されている。脱線したお召し列車1888年10月28日、アレクサンドルが乗ったお召し列車がボルキで脱線事故を起こした。事故当時、アレクサンドル一家は食堂車におり、彼は崩れ落ちる屋根から子供たちを守るため、覆いかぶさり車外に逃がした。この時に負った怪我が原因で、後年アレクサンドルは腎不全を発症することになる。ボルキにはアレクサンドルの政官を祝して、救世主ハリストス大聖堂が建立されたが、独ソ戦で破壊され、礼拝堂のみ現存する。1891年から1892年にかけて発生した飢饉とこれらの流行に対し、ロシア政府は有効な対策を打ち出すことができなかった。そのため、アレクサンドルは自由主義的な行動と、飢饉に苦しむ農民を支援する権限をゼムストボに与えざるを得なくなった。外交方針アレクサンドルは、戦争を回避するためには、平和を訴えることではなく入念に戦争の準備を整えることが必要だと考えていた。また、反スラブ主義を嘲笑し、ドイツ帝国との友好関係を重視したアレクサンドル2世の外交方針を否定した。アレクサンドルは皇太子時代に露土戦争に従軍し、反スラブ主義的な立場からオスマン帝国からのスラブ諸国の解放を目指してイスタンブールまで進撃しサンステファノ条約を締結するが、ロシアの勢力拡大を恐れたドイツ首相、オットー・フォン・ビスマルクの提唱でベルリン会議が開催され、ロシアが獲得した領土の放棄を強いられた。戦争を通して、アレクサンドルは消耗したロシア軍の再編、海軍の強化を図ることが将来の不測の事態を防ぐために必要であると感じ、軍政改革の必要性を認識した。アレクサンドル3世が描かれた25ルーブル、紙幣ベルリン会議の影響で、アレクサンドルはビスマルクに対して憤りを感じていたが、1887年に独露再保障条約を締結して、ドイツとの戦争を回避した。しかし、1890年にビスマルクが罷免され、代わってドイツの全権を掌握したヴィルヘルム2世の方針転換により独露再保障条約は更新されることなく破棄された。アレクサンドルは新たな同盟国を求め1894年に露仏同盟を締結した。中央アジアへの南下政策を進めたアレクサンドルはイギリスとの間にグレートゲームを繰り広げ、同時にフランス資本を活用してシベリア鉄道を起工し、極東への進出を企てた。この時代に帝国の工業は著しく発達したが、それが農業の危機をもたらすなど、ロシアの前近代的な社会体制との間に多くの矛盾が噴出し、社会不安はますます増大していった。アレクサンドル3世の最後を描いた絵画1894年にアレクサンドルは腎炎を発症した。同年秋にマリアの兄の妻であるギリシャ王国のオルガ王妃はケルキラの別荘を提供し療養を進めた。しかしアレクサンドルはクリミアに到着した頃には体力が衰弱しておりリバディア宮殿で療養した。アレクサンドルの容体悪化を受け皇族たちが続々とリバディア宮殿に集結した。またクロンシュタットのヨアンもリバディア宮殿を訪れアレクサンドルに生産を施した。10月21日には、ニコライの婚約者、ビクトリア・アリックス大公女がダルムシュタットから駆けつけ、アレクサンドルと面会した。この際、アレクサンドルは衰弱しきっていたにもかかわらず、正装に着替えて、息子の婚約者を出迎えた。しかし、アレクサンドルの容体はこの後急激に悪化し、11月1日に、妻、マリアの腕の中で崩御した。遺体は11月6日にサンクトペテルブルクに向け出発し、モスクワを経由して到着し、11月18日にペトルパブロフスキー大聖堂に埋葬された。1893年5月に撮影した最後の家族写真1860年代、アレクサンドルはマリア・エリモブナ・メシュチェルスカヤと恋に落ちていた。1866年春に、ビトゲンシュテーン公爵がマリアにプロポーズしたことを知ると、アレクサンドルは彼女の両親に帝位継承権を放棄するから彼女と結婚させて欲しいと伝えた。しかし、5月19日に父から兄、ニコライの元婚約者、マリー・ガウマーとの婚約が決まったと告げられる。アレクサンドルはマリアを選び、マリー・ダウマーを迎えにコッペンハーゲンに行くことを拒否したが、激怒した父の命令でコッペンハーゲンに行くことを強要される。アレクサンドルは自身の意思よりも皇族としての立場が優先されることを理解し、その日の日記にさらば愛しのマリアと記した。マリアは叔母と共にロシアを離れることになり、1867年にパリで別の男性と結婚したが、子供を出産した直後に死去した。マリア・フィオードロブナとは、仲睦まじく、4男2女を設けた。アレクサンドル一家は、毎年夏には、妻の両親クリスチャン9世、ルイーゼ王妃とデンマークで休暇を過ごすことにしていた。その際には、アレクサンドラ・オブ・デンマークと彼女の子供たちも、イギリスから、ゲオルギオス1世とオルガ王妃も子供たちを連れて、ギリシャから集まった。アレクサンドルは厳重な警備から解放される。デンマークでの休暇を毎年楽しみにしており、初めて休暇を過ごした時には、アレクサンドラ・オブ・デンマークに、あなた方はイギリスに戻っても楽しい時間を過ごせるようで羨ましいですと話しかけたという。休暇の最中は、子供たちと一緒に、オタマジャクシを捕まえるために沼に入り泥だらけになり、クリスチャン9世の果樹園に忍び込んでリンゴを盗み、スウェーデンのオスカル2世に、ホースで水をかけるなどいたずらをして楽しんでいたという。アレクサンドルは父の5歳エカチェリーナを嫌っていたが、父の遺品を所持することを許し、彼女はアレクサンドル2世が暗殺された際にかけていた老眼鏡などを受け取った。また、妻マリアと弟ウラジーミル大公の妻マリア大公妃は不仲であり、アレクサンドルはその影響を受け弟との関係も不仲だった。1888年に兄弟たちと共に亡き母、マリアのための教会であるマグダラのマリア教会をエルサレムに建造している。ありがとうございます。